今日、うん、ボロさんが俺に愛を教えてくれたら、あ、正気を取り戻してほしいみたいなこと。教えてもらわなかったら次回はおそらく朝倉みくるですブレイキングなんじゃないか。じゃあ試合決定ですゆうちゃちゃんエッソード魂。あれぞ MC の鏡、あれが MC というものなんですよ皆さん。あれが番組を回す MC という方なんですね。あれが、あれがっつったらちょっと先輩だから失礼ですけど、諸角さん。でもね、僕って結構ひん曲がってるやつなんで、あんまりね早い段階で人と打ち解けるとかないんですけど、諸角さんにはねかなり僕心開けるんですよね。あと1回これで20ノルマクリア。一体何のノルマだ。頼むぞ。おお、よかった。そりゃそうだろう、そりゃこれで20で引っかかんなかったらマジで最初の1000円の1ゲーム目のチェリーマジで小悪、あんな罠以外の何もんでもないじゃん。よかった、これである程度戻させてほしいね。さあ243枚取れた方だね。これは連頼むぞマジで。10よ。ねえな、ねえな、これな、どう考えてもねえな。これは31。さあ、あ、消えた。5回でやめよう。5回。遅れ。こいつの強チェリーは本当毎回ビビるよね。2回目。お、種ありか、あの強チェは。あ、やったね、やっとご褒美をくれた。よし頼むぞ、天国上がってってくれ。継続だ、やった、解放された。終わり。よーし、バルブレブやろう。初打ちしたのが12月末だったんでめっちゃ遅かったんですけど、お気に入りの方です。いや、全体的に角強めですね。って考えたらもう一周見てもいいかもね、やめた台。さあ、では1台目に戻ってきました。居心地のいい1台目。2人で結構負けてると思うんですよね。まあ、バルブレイブなんで、721で全長。まあ、バルブレイブだから、まあ、1時間でね、ひっくり返るでもひっくり返りますけど。あ、ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。どうぞどうぞ。僕じゃあお茶いただきます。ありがとうございます。気が強い人からもらったお茶だから早く飲もう。引きの塊ですから。引き水です、引き水。こんな引きが強い人がくれたお茶が何も入ってないわけがないよ。あれ、もうここで勝つ。あったあった、733ゲームです。さあ行こう。投手は3番ジャスト。ここは赤だよな。さあ行こう、天国行ってろよ。とりあえずまずはで、
そろそろ60ゲームください。100でもいい。よっ、おーチャンス目、超いけ超くー、 30%、 おーつい、6ゲーム目に来た。7、いやあ諦めんぞ俺はまだ。とりあえずは、第一関門突破ですね。このあとこれが天国にまず行ってるかどうか。いや、あとたまに6くれ、そろそろ。よし、行きます。超高超高、いやコイン煽りもなし。さあ摩天楼までは行った。6、ここか。お、まだ行った。あれ7ゲームってどうなんだ、全長。あーダメか、残り10。おお、いった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 、おっしょっしょっしょっし、間に合った。さあ狙い通りここまで、第2関門突破です。あった、これが青かどうか。天国ぞ天国ぞ。残り8ゲーム、絶頂いけ絶頂。なんなら青、あーくそー、バカかー。さあ上乗せなし、赤ディスクの出番です。いきますよ。あ、一回飲んどこう、一回飲んどこう。さあレア役引いて、強レア役引いてエンブレム取ろう、強欲に。いきます、ゴー。まずは波なし、波なし、波なし、ナビで、うわ出ちゃったー。青かー、なんか、え、超震えてるぞ。え、こんな震えたっけ。ほら3人見た、ほらほら4人いった。ディスタンスやんかこれ、ほら。おい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 、まだあるぞ、まだある、まだある。よし200乗せよ、200いくぞー。あのね、爆弾になるんですよ、あの自由の女神を取ると。ここは自由の女神はすごい大事。ほらほらこうやって、で爆弾開けてくれると、おお、いったいったいった。で周りを全部バーって爆発してくれるから、そうそう、ほらこれでもう1個特化層取った、50取った上に1個これが出てきますからね、相当でかいっすよ。ここでもう、ここで100超えよう。あー41か、91ミドルトップ、次特化ゾーンよ。ここ取れればとりあえず3桁。よしよしよし、取った。あーしでかいでかい。50超えろ。あー45、次自由の女神、ここ取りたい。よし取った、爆弾が2つ、次トップか、下段なんだよな。さあもう終わる可能性ありますからね、ベル引かないと。よしよし、危ない危ない、ミドル、次ミドル、あー危ない、次デンジャーよ。あー危ない、うわー落ちた。ちょっと物足りないね、 11% で復活もある。うわー終わった、もう1回ぐらい特化ゾーン取りたかったけどな。まあこれ残りが145ゲームです。まあやり直すきっかけにはなるね。マックスいった、天井台。
なんかチバリオといい、バルブレイブといい、なんか座ってすぐちょっとさ引っかかって期待させておいて天井に行くっていう今日のパターン。やっぱ本前町は本当分かりやすいね。本当にモリモリで来るもんね、強い演出が。さあ誰が出てくる、割れて、これはなんだ、次回予告的な、今日カットイン的な、雷蔵、雷蔵か、さあ天井から、雷蔵さんなのでベルがチャンス。ベル、まずい、おお、いったか、いったね。さあどっちだ、真ん中で突破、 OK、 今日上手ね、この決戦ボーナス。右が攻撃、初のデンジャー、もう一回チャンスあるからね、ここでチャンス目、意味あるのか。右です、もしくはワンチャン左、ああ引け、スイカを、引いたでしょスイカ、これは俺こんなん初めて見たよマジで、もう確定レベルでしょこれ。スイカじゃないの、何これ、俺初めて見たんだけど、おおびっくりした、はい、でも決戦なんだ、いいよいいよ、
やっぱ優しく叩いちゃダメだな、気合で、強打にならないくらいの気合で。ダメだ、終わろう。もう一回リスク取れればもういけると思うんですけどね。あ、いった。さあ天国のラストチャンス、よよ、あ、そっちか。お、なんで、え、事件発生でレア役否定って熱いんじゃないの。3、よしよし、いいねいいね。あ、赤赤赤、おいおい、これループだろ。よしよしよし、取った。まだ行こう、いけるか。エイズ弱いぞ。あー、ダメか、発展しちゃった。おお、強対決だ。あ、やっぱさっきのは熱かったんだね。事件発生でレア役して、よし、これ天国だぞ。天国ループ来た。青ディスク、青ディスク、青ディスク、ここ青取ったらまくれるぞ。赤なんだよな、そこはな、そこは赤なんだよ、そこまで甘くはないんだよな。でも今これで142ゲームでしょ、残りで。赤ディスクが、まあ、アメリカンドリーム継続だったとしてもプラス50ゲーム、つまり都合190ゲームは残ってるわけです。で今456枚だから、あ、いけますね。ドリカムは取れます。さあ3分の2は戻ってきたよ。うおい、へいへいへい、へえいの方が熱いんですけどね。まあでもこれでも十分です。さあチャンス目、よっ、赤来たよ、赤来たよ。さあここで合計いくつ乗せる。それそれそれ、これで今合計、おお、でかいね。これで合計今70だろ。もう一丁いこう。いやどうだ、弱い。よしよしよし、70からの90、もう一丁。いやどうだ、おしよ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 し、110、まだ。いやーどうだ、終わったか。しかし残りゲームが203ゲームになりました。いや、まくったんじゃないかこれは。いけ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 、よしよしよし、2 3 4、だいたい5ゲームか6ゲームなんですよね、発展するの。5、あー、ここで発展か。おー、まだここ、こらえろ。いやー、ダメか。おー、7ゲームいったぞ。7、野球はやめて。ダメか。7もあんま熱くないのかな。お、7は熱いんだ。あの天国の時も7でしたもんね。7は熱いのね。7だから5、6がダメなんだ。で9超えたら確か絶頂なんですよ。だからそこまではそこで見たことないですけど、あ、7も OK なのね。分かりました、ありがとうございます。よし、さあディスク2枚目取った。まあ、ここは赤だろうけどね。イチロー鈴木、まあまあ OK です。で期待したいのはここで天国ですよ。まだ残り102ゲームありますから、天国分今この残ってるゲーム数で回せる。で、ディスクがこれで2つになりましたんで、最低でも100ゲームあると。だ今残り200ゲームあるってことか、最低でも。もうちょっとだな、もう一息で一撃2000枚が見えてくる。
だ今1700枚はいけるってことだもんな。だここで一発天国上がってればもう間違いないでしょ、うん、2000いける。3枚あったらどれか1つは取れますって。ラスト、あ、後乗せがありましたね。あれ対決中トランク引いたような気がするんだよな。うわー、でかいね。あー、いった。おい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 、しかもここで弱中。1、2、3、4、5、だいたいこの辺よ。あー、ダメか。5ゲーム。野球、場外行かないよな。はい、抜けました。ラスト、さあ赤ディスク1枚目、レア役引くぞ。ここでゴー、いけ。なびてちゃった。あー、おっか。しかも今回ブルってない。さっきブルってなってたんですよね。3人来い。あー、2人止まりはこれはもうきつい。ドン、まだよな。あーし、さあまあもう1番ありますから次頑張ろう。いいよ。さあ赤ディスク、ここでだから赤ディスクが出てきてしまったっていうことは200のゾーンでは当たってなかったってことですね。今も244ゲームです。これ前兆が優先されるんで、もし当たってる場合はディスクが出てこないんですよ。だからディスク持ってるのに1回こう終わっちゃうと、あ、セット数ストックで、この後また当たりますねっていうのが分かるんですけど、ここはもう残念ながら出てきてしまいました。さあじゃあこれがもう多分おそらくラストチャンスです。強欲にレア役、はい。まずはナビが出ないことを。どう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 、中身は、あー出ちゃった。あー、緑だ。あるあるある、届け届け。3人目いった、届いや4人いった、よしよしよし。さあまだつながったぞ、ととのけドリームです。3桁いこう、ゾンビーがやりたい。よしよしよし、おお、真ん中が黄色チャンスだぞ。軍曹大事だって、軍曹は。ミドル、真ん中、銃か軍曹、どっちか取ろう。よしよしよし、ちょっと弱いな軍曹。よしよし、軍曹両方取った。特化軍やらせてよ。アンドー、これで50の次終わる可能性ありますよ。もう、あぶねえ。うわー弱いな、デンジャー。うわー、なんとかしのいでるけど、うわー、もう無理か。終わっ、おー、危ねえ。いや次アンダー2個カモンと赤ありますからね、これ取っときたい。そっか開けろ、そっか開けろ、いい加減取れ。もう1個隣や、もうバカだれ。うわーまずい、うー最悪や。カモン取れなさすぎだろう、くそー。3桁いけなかった、もうあの組み合わせで。さあラスト2099枚で終了です。さあでは行きましょう。
アタックセブンでよっ。たまにねレバーオンでここのカモンが光ってくれたりするんですけどね。ラストダメでした、引き戻せず。おうわー今の気持ちいいな。カモンもね光んなかったからダメだと思いきや、さあもう一回チャンスをいただきました。さらにここでいやートランクか、これがね超高スタートならね、高設定ならねこれ引き戻しを駆使して300の天井まで持っていくっていう荒技ができますけど、そうじゃない場合はもうここは厳しいですね。上乗せなし。終わりました。一応高設定下が出ましたね。2214枚になりました。寒いですね寒い、から元気もいいところよ寒いぞバルブレイブを打ってる時の背中はひどかったですよ。なかなか声がかけづらいというかもう見えなくなってた。ゆうちゃろさんのチャンスゾーン終わったら終わりですよ言われたからそっから回ってないんでじゃあ一応ルールにのっとって、はい、トロズミさんが、何打ったかすら私はあんまり理解してませんがそうですよ一回も来ないメイン MC いますか太田さんのそのゆうちゃろさんに対する信用信頼の厚さですよ抽選間に合わねえわ、絡みに来ねえわ、よく3年やってますね本当僕も驚きですそういうキャラ全体が愛されてるんだろうなっていう話を今日実践中にしてたんですよ。だゆうちゃろさんだからこそこれが多分成り立つんだと思うんですよね。それがね板についてるというかずるいよなじゃあ結果いきましょうか。僕あの、はい、スマスロ鏡打ってました、はい、知ってるか知らないか分かんないですけど最終的にはなんとか、プラスで終わりまして。あそうですか。3万使いましたけど最終2000枚オーバー獲得しましたので、プラスで終わりました。やっぱ鏡の愛を感じるために必要なのはズバリディスクです。これをね獲得しないことには始まんないですね。なんで何も言わないのなんかあるじゃん鏡ってまだ解析そんな出てないじゃないですか。だから実践値というか今までのその少ないながらで経験値として語ることしかできなかった部分多かったんですけど、カメラマンさんがこんなに解説していただいたの初めてですって言ったんですよ。そこまで言ってねえけどなと思いながら、じゃあゆうちゃろさんは。僕ですか、はい、そうですね。いやなんかすごい嫉妬心が芽生えてますね今、はい、諸角さんに。僕にも負けてると思ってたんですか。僕も、はい、勝てる要素が何一つないんですよ僕が諸角さんに。いやでもその愛され度は絶対勝ってますよ。そんな気持ちないです。いやいやいや肯定してよそこは、はい、まあでもとりあえず今日気づいたのが、はい、僕ってもしかしてパチンコパスロがものすごい下手なような気が。遅い遅い、気づくの遅い気づくのが遅すぎます。全てが負けてるような気がする中で、はい、どうだったんですかその実践は。何もいいとこなかったですよ。ですよね。全てが裏目、全てが裏目りました全てが。でもその愛を感じる部分は伝えれたんでしょ。まあまあどうなの。いくら負けたんですか。6万ですパチンカースロッターの鏡ですよ。こういう人がいるからパチンカーが成り立ってるんですよ。業界の宝ですあなたは。なんか今日いい気分で煽られてんのか褒められてんのかどっちなのかなで、その愛のある一言というかそのフレーズは何なんですか。愛のある一言、はい、そうだなそうだな。はい、じゃあ僕の愛のあるフレーズは、はい、必勝ガイドに入りたかったでもモロさんを見てて、はい、俺絶対無理だなっていうのが本当にわかるんで、はい。あ、そうですか。どういう部分でですか。いやもう一個も勝てるとこないですよ僕は諸角さんに勝てるのはおそらく編集のテクニックです編集は負けません。編集やったことないですからね。編集で勝負しますか。いやいやいやすごいなんか愛のある一言が実践全く関係なかったですねそれではまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。